皆さんこんにちは、インストラクターのまなみです。今回は二の腕周りに効いてくるストレッチ、ヨガのポーズご紹介していきたいと思います。夏場で腕を出す機会が多くなってきてるかなと思いますので、ぜひボディメイキングの一環としてお家でやってみてください。それでは早速始めていきましょう。あぐらで座っていきます。右の足が前になるあぐらで座っていきましょう。あぐらで座ったら背骨をまず長く伸ばしていきます。背中長く伸ばしてあげて、まっすぐな状態を意識していきましょう。鼻からゆっくりと息を吸っていきます。一度肩の力ふーっと抜いていきましょう。それでは左の手を右膝の上に置いていきます。右の手を天井の方へと持ち上げていきましょう。肩は上がらないように肩の力を一つ下げていきます。鼻からゆっくりと息を吸って、吐く息が来たら体を左へ倒れていきます。この時左の手しっかり右の膝の上に置いておきましょう。体をクロスさせるようなイメージで、しっかり右腕も左側に持ってきて、脇の下、そしてこの体側、二の腕までがしっかりぐーっと伸びていくようなイメージをしていきます。吸いながら一度起こしていきましょう。吐く息が来たらもう一度左へ倒れていきます。手のひら、今下向きにしていますが、この手のひらを正面に向けていきましょう。そしてもう一つ長く伸びていきます。吸って起こしていきましょう。吐いてもう一度左に倒れたら、手のひらを今度は後ろに向けます。正面ではなくて背中側の方に手のひらを向けて、もう一つ伸びていく。吸って起こします。ラスト1回吐いて、さあ今度は手のひら前でも後ろでもどちらでも構いません。自分が伸びて気持ちいいところ、ちょっと硬くて伸びづらいなという手の方向の向きでしっかり最後伸ばしていきましょう。さあ吸いながら優しく起こしていきます。吐いて一度手を下ろしましょう。そしたらこの左手は右膝の上に置いておきます。今度右の手、左の膝の上に置きましょう。手をクロスバッテンさせている状態です。背中長く伸びて、吐く息が来たら前へと前屈していきます。このクロスになっている手をもう一つ遠くに伸ばしに行くようにしながら前に前屈、背中肩甲骨周りが伸びていくのを感じていきましょう。鼻からゆっくりと息を吸って、吐く息が来たらもう一つ肩を中に入れ込むようにしながら、そして耳と肩は近づかないように耳と肩の距離は遠くです。このままゆっくりと前に倒れていく。次の吸い息で優しく起き上がっていきましょう。手を解放したら今度は反対です。足を入れ替えます。足を入れ替えたら今度は右手が左の膝の上に、そして左手は天井へ、背中長く伸びて肩の力も一つ抜いていきましょう。鼻からゆっくりと息を吸って、吐く息が来たら今度は右へ倒れます。この右手、左の膝から離れていかないように、なるべく遠くへ伸ばすようにして、そして左の手ももう一つ遠くに右側へと伸ばしていきます。吸う息が来たらゆっくりと元に戻りましょう。吐く息でまたもう一つ横に倒れて、今度手のひらを正面に向けていきます。もう一つねじれそうだったら手のひらを天井に向けるようにして、腕をねじった状態で引き伸ばしていく。
吸って上体を起こす。吐いてまた横に倒れたら今度手のひらを後ろへ。と気持ちよく体側の伸び、二の腕回り、脇の下の伸びを感じて、吸って起こします。最後もう一回倒れていきましょう。自分が伸びて気持ちいい方に腕をねじって、さあ次の吸い気で起き上がっていきます。手を下ろしたら今度はまた同じようにクロスです。手をバッテンさせていきます。背中長く伸びて肩の力を一つ抜く。吐く息が来たらふーっと前に倒れていきましょう。腕は横にスライドさせるように長く遠くへ。肩甲骨が広がっていくのを感じていきます。首の力もだらーんと抜いていきましょう。ここで呼吸を繰り返して、今広がっている肩甲骨にしっかりと呼吸を送っていくようなイメージをしていきます。鼻からゆっくりと息を吸って、肩甲骨さらに広げます。吐く息で腕は遠くに伸ばしていきましょう。最後もう一呼吸吸って、背中を大きく広げる意識、吐いて腕は遠く。吸い気が来たらゆっくりと起き上がっていきます。ふーっと一息。さあ少し肩周り、背中、肩甲骨周り、二の腕周りがじわーっと血流が流れていく感覚を味わっていきましょう。エアコンなどでどうしてもこう腕を出していると二の腕周りこう冷たくなって固まってきやすくなります。でしっかり体伸ばしてあげることで血流の流れは促進されていきますので、少しねポカポカと温まってくる感覚が出るかなと思います。ぜひエアコンの中で過ごす時間が多くなってきてるかと思いますので、空いてる時間を見ながら少しストレッチを入れてあげて二の腕周りを引き締めていきましょう。それでは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。